昌平橋は東京都千代田区にある神田川に架かる橋の一つ。外堀通り上にあり、上流側、下流側に歩行者用の橋が併設されている。現在の中仙道に架かる橋として、交通の動脈を担っている。駿河台下及び外神田の神田川に、河橋の中で古くから存在する橋が昌平橋である。橋の北は、 千代田区外神田一丁目、道二丁目、南は千代田区神田淡路町二丁目、神田須田町一丁目で、北側の総武本線松重町下道橋、南側の中央本線小平橋下道橋に挟まれた場所にある。秋葉原電気街の南西端に位置し、上流には西橋と総武本線神田川橋梁、下流には万世橋がかかる。また、橋のたもとには、 公園もある。昌平橋は、現在の中仙道のルートに含まれている架け橋である。かつて、昌平橋に密接する形で、数十メートル下流に存在した、中仙道の、筋飼橋は、周辺の昌平橋や筋飼橋や、万世橋の架け替え、橋の名称を変更、複数回の設置場所の変更など、周辺の河川整備により、筋飼橋の名称はなくなり、 実質的に昌平橋が中仙道の橋となっている。2007年3月28日に千代田区景観町づくり重要物件に指定されている。下流の万世橋より明治初期の昌平橋。写真ひばりが南岸海帯中の元万世橋と昌平橋。1906年撮影この地に最初に橋が仮設されたのは 官営年間と伝えられており、橋の南西にある淡路坂の坂上に、一口稲荷社があったことから、一口橋や、芋洗い橋と称した。また、新潘江戸大江津には、新しい橋、元禄初期の江戸図には、相生橋とも記されている。1691年に、徳川綱吉が、孔子病である、湯島聖堂を建設した際、 孔子生探地である六国の昌平里にちなんで、同年2月2日に、昌平橋と命名された。江戸時代には、水害でたびたび流されており、1728年8月30日夜から9月に、3日にかけての大洪水で昌平橋、泉橋、柳原新橋、八木橋が2日夕方に、流出、1749年8月13日にも、昌平橋、 筋貝橋など神田川の橋が流出し、その度に仮設されている。また、明暦の大火の後、昌平橋から筋貝五門にかけて、八津工事、八津ヶ原と呼ばれる、秘書地が設けられたが、1846年1月の、大火で昌平橋が焼け落ち、同年うるう5月24日に新たに不審された。また、木橋の自然寿命は、平均20年とされ、 定期的に掛け替えが行われており、1817年7月20日に改め課されたほか、1857年3月29日に修理されている。明治維新後の1869年、大学校の昌平橋昌平坂また消耗した手により、同年7月27日付東京府二つで、同年8月1日をもって、愛を橋と改められたが、 1873年9月23日の洪水により落橋した。なお、あいおい橋及び筋貝橋を廃して、その中間に石橋を加強することが決定していたため、流された橋は再加強されなかった。同年11月1日に、旧あいおい橋と旧筋貝橋の間に、筋貝橋門の増型石垣を解体して、 再使用した石像アーチ橋のバンダイ橋が仮設されたが、1878年3月、文元社の高橋次郎左門により、バンダイ橋のさらに下流に、鉄橋、昌平橋が仮設された。通行量に、文久線1枚を徴収したことから、文久橋と呼ばれた昌平橋は、秋田産の奴隷規制を使用した、日本初のアスファルト舗装が施された。 1888年の東京宿改制条例に基づき、翌1889年5月に東京宿改制計画が告示され、万代橋西の新化橋から始まる、福井院15県の一等道路、第二類の路線が計画された。1900年5月19日、旧愛生橋付近に再仮設された橋に、再び、昌平橋と名付けて開け橋式が実施され、 下流の万代橋は元万世橋、昌平橋は新万世橋に改称された。再仮設された昌平橋の公費は8,559円30セントされ、長さ12件、幅6件の土橋で、神田淡路町2丁目と旗子町の間に課せられた。現在の昌平橋は1923年4月に掛け替えられたもので、神田川における、 最初の鉄筋コンクリート製、アーチ橋である。竣工当時は、人道橋、福音62.8尺と軌道橋、東京市電専用橋が独立した構造で、人道橋と軌道橋の間に、構成アーチの水路橋が設けられていた。その5ヶ月後の同年9月1日に、関東大震災に遭遇するが、目立つ被害はなかった。その後、 昌平橋に接続する道路が震災復興再開発事業に基づく幹線外路三十五号線とされ昌平橋もその対象として復興局が改修を担当することとなった幹線外路三十五号線は計画福音が二十二点零メートルに定められたが昌平橋人道橋の有効福音六十尺では外路構造例の規定を満たさなかったそのため 復興局は、人道橋の歩道部分を廃止して、車道、軌道専用橋に改修するとともに、下流側に新たな人道専用橋を仮設した12月竣工その後、上流側の旧軌道橋を人道専用橋に改修した2月竣工なお、仮設当時の高覧照明灯は、 第二次世界大戦中の鉄材教室で撤去され、親柱だけが残った状態だったが、1983年の昭平橋整備工事により、仮設当時の姿に復元された。2012年2月には長寿命化工事が、竣行している。また、昭平橋の左岸下流側には、神田川の分水路の一つ、お茶の水分水路の刷口が設けられている。 1878年3月1日、第1大区11小区神田柳町より、第5大区4小区、花草町に開け橋した橋梁である。大城間布告による橋線を徴収する、鎮取橋として仮設された。1875年7月10日、第5大区4小区金沢町の高橋次郎左門が、神田小柳町に、 自費で目標を進化する旨を出願したが、同年11月12日、石橋での家畜が許可され、1877年8月6日、石橋から鉄橋への変更が許可された。同年10月5日に着手し、翌1878年2月15日に落成、同2月26日の東京府二つ町第103、港により、昌平橋と命名された。 経費は1万1355円65銭で、開け橋当日の1878年3月1日から1885年12月31日までの、万7年10ヶ月間、橋船の徴収が許可され、その後は東京府へ移管されることとなっていた。橋船は次の通り。ただし、非常の不死は請求できないこととされ、外国人も徴収対象だった。 また、実際の徴収額等は次の通り。1878年3月から1885年4月30日までの、満86ヶ月間の合計は、用高1万2809円59銭5輪、修繕費692円78銭1輪、給料1449円64銭6輪、雑費617円47銭。 1> 年1割利子七千三7356円55銭5輪、差し引き元金の消却口2693円14銭3輪と、大幅に債務が残った状態のため、高橋次郎左衛門の相続人、高橋総三郎から提出された、橋先収入年限延期願いについて、特別な宣議をもって1887年7月まで、徴収期間を延期したが、 ついに負債は解消せず、往来頻繁、なる主街中にそれの除去通行線を、収むる協梁ある派、囚人の不便派もちろん、徒府の底面によっても大に不可なる過上司と長州機関の再延期願いも却下され、当年8月1日より、往来自由となった。1900年5月19日、上流部に、新たな、昌平橋が仮設されて、元橋は、 新版成協に解消したが、1903年3月8日、厚生アーチ協、万成協に掛け替えられている。なお、東京史志向主外編第62、吹士昌平橋権能によると、高橋次郎財門は、資本不足により、権利一切を、元東京府知事、由利君政に対して、放火追転したとされ、昌平橋を仮設したのは、由利君政としているほか、 1879年4月に、昌平橋を東京府に建納したとされている。歌川広重名所江戸百景、昌平橋、青銅館田川。ありがとうございます。